本日は立命館大学、ランニング学、平松選手にお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。まずですね、本日の試合の率直な感想をお聞かせください。悔しいです。やっぱり、まあ、僕らも精一杯やってきたつもりなんですけど、全然足りひんかったっていうのが証明された試合だったかなと思います。ありがとうございます。本日の試合、負けて残念ながら、敗北という形になってしまいましたが、第2クォーターに敵陣に一気に切り込むなど、試合各所で素晴らしいプレーが見られたなというふうに思っております。そういった面で普段の練習の成果は生きているのか、お聞かせください。まあ、それは走ったら、まあ、成果は出てるんかなと思いますけど、僕は今日第4クォーター足つって出れなかったんで、まあ、もう今日の負けた範囲っていうのはもう全部僕が持ちます。ありがとうございます。じゃあ最後に、これから第6節、第7節が控えています。そこに向けてチームとして修正していくことは考えたらありますでしょうか。また今後試合観戦の際に見ていただきたいところ、そういうポイントなどありましたらお聞かせください。まあシーズン終わったわけじゃないんで、もともと一戦一戦目の前の試合取り組んでいくって決めたんで、まあ、どんな結果になろうと、絶対に、まあ、やること変わらないし、まあこの試合で課題いっぱい出たと思うんで、絶対に修正して、7節の感覚には絶対勝ちます。ありがとうございました。立命館大学、平松選手でした。ありがとうございました。